回3回目 の, あの参加だったんですけど、その今回もその自分が難しく感じたところとか、難しくてあんまり勝てなかったところとかのアドバイスを先生方が丁寧に教えてくださいました。で最後の高評価では自分の課題が結構たくさん見つかったので、その皆さんのも課題も参考にして今後の自分の絵を描くために生かしていきたいなって思いました。好評の時に、言ってくださったんですけど、同じようなモチーフをいろんな人が描いて、自分とその他の人との作品を見比べて、自分に何が足りないのとかとか、あとは次描く時はもっとこうしたらいいとかが分かったので、すごいいい経験になりました。今回初めて参加させていただいて、やっぱりデッサンは難しいなと思ったし、なんか自分でももっと頑張りたいなと思うことができました。あと皆さんの作品や先生たちが教えてくださったことを自分のものに活かせるように、これからたくさん書いて頑張っていきたいと思います。このね、枝のね、佇まいが結構綺麗だなと思ったんですけど、近くで見るとね、まだ描けて